こんばんは。こんばんは。今日の松代は意外と暖かい陽気で、空もすっきりしていて、アルプスがきれいに見える一日でした。おう、本日は第377回しゃべりか松代は甲冑を着て日本の城を巡ると題して、我ら真っ白甲冑隊佐田正幸&パーソナリティでござるが、よろしくお願いします。同じく本日のパーソナリティを務めさせていただきます、真由美姫と申します。真田信之と申します。井出浦正之です。その妻おようです。以上のメンバーでお送りいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、おととしは真田丸でお忙しかったと思いますが、昨年はどうでしたか？おかげさまで昨年も40回以上の出陣をいたすことができました。姫は、昨年末まで、真っ白観光親善大使の小松姫を務めてまいったが、どうであったかの？はい、忙しくも楽しい2年間となりました。多くの方とつながりができまして、さらに松代のことをもっと好きになりました。大変ご苦労でござったの。今後も松代におられるそうなので、ますますのご活躍を期待します。はい、頑張ります。さて、1年で40回以上もあちこち出陣されている中で、私もいろいろと連れて行っていただいたんですけども、日本全国のお城に甲冑を着てこういうような形で巡っていますよね。どうしてそういう活動をしようと思ったんですか？なぜ、はい、ちょっとこのフィリップを取るんじゃ。忘れてました。基本的にはただの思いつきじゃ。思いつきなんですか？4年ぐらい前かの、仙台の青葉城入りの伊達政宗の前で写真を撮ったらかっこいいんじゃないかと、って思ったのが始まりじゃ。この写真ですね。そうじゃ。これはちなみに前の日撮ったら腕の上げ方が少ないとか言って、朝6時にもう一回こうやって写真撮り直してたね。そうなんですね。はい。で、その写真を見た拙者が家に帰って、女房に、大殿がこんなことをやってると、でどっかお城行って写真撮ったら面白いんじゃねえかというふうな話をしたところ、嫁がいつか写真をお城の前で写真を撮りたいっていうことを話したら、いつの間にか松本城でみんなで撮るようになったんです。もうその時は大変だったの。これがその時の写真ですね。すごい。その時は観光客がいっぱいおって、なんだ、駐車場から門まで行くのに確か1時間くらいかかったの。へー、そうなんですね。今は日本中のお城を巡っていますが、行くお城はどうやって決めているんですか？信之、ちょっと本を見せてもらえ、あちらの本をアップしてもらえるかな。今の日本城郭委員会というところが出している日本百名城に行こうという本がございまして、これは日本の、有名な100のお城を、選定してありまして、今この本を中心に、お城を巡ってござる。またイデオロだとはまた違う回り方もしているところが、ちょっとご紹介されよ。そうですね、昨年ネクサコ中日本かなんかが主催をして、日本のど真ん中と、中部地方にある21のお城をスタンプラリーをして巡ると、で全部21巡るとこういう景品がもらえるということで、これをやってみました。お城の缶バッジ。そうですね、お城の缶バッジです。すごいですね。ちなみに皆さんどのくらいお城回られてるんですか？私は39城回っております。拙者まだやっと30です。30。殿は？との拙者が、拙者はこの間沖縄に行ってまいって約70ぐらいに達するところであるの。もう70。70、はい、すごい。と私も北陸でご一緒した時に、1日で本当にいくつもお城を回ってましたけども、やっぱり計画を立てていくんですよね。もちろんじゃ。こちらを、ちょっとこちらをアップしていただくて、これが四国遠征の折の計画表であるが、このような綿密な計画を立てて行動しておるのじゃ。細かい。時刻表みたいですね。そうじゃ。あれ、しかもお昼ご飯食べる時間なくないですか？
城回ってると昼なんか食べる暇ないのじゃ。でもお腹が減ったら戦はできませんよ。うん、そうしたらコンビニに入っておにぎり買えばいいのじゃ。その姿でですか。あ、そうじゃ、もちろんじゃ。目立ちそう。あ、目立つぞ。はい、じゃあ、 移動はやはり車ですかね。うん、そうじゃ、もう。そうですね、基本これだけの装備を全部持ち運びますので、うん、基本車の移動になります。はい、小原さん。はい、私は東北地方を回ってみたくて、JR の大人の休日クラブ、これを有効に活用しまして3泊4日で、東北地方のお城を見て回ってまいりました。うん、しかし駅のそばにお城があるとは限らないんじゃないかも。まあ、駅のそばにあるとはめったなくてですね、だいたいバスか徒歩ですね。徒歩、この前行ったところは40分くらい歩いてやっと着いたっていうところもあります。すごいすごい、移動距離も本当にすごそうですね。うん、全くそうじゃの。まあ、ちなみに東北一周した時には約1900キロ、まあ、それからあと四国一周した時には2200キロ、まあ、それぐらい走破してまいったの。そうなんですね。うん、その着替えとかどうされてるんですか。着替えは基本的に車で乗り付けて駐車場で、お城の駐車場で着替えで、そしてお城回った後はこの兜とこの胴をそのまま外して、次のお城に車で移動すると。なるほど。でそのわらじは履いたまま。わらじちょっと足がそこまで持ち上がるので今日もわらじ履いてあるが、はい、わらじ履きっぱなしでずっと移動してる。なるほど。移動中すごい注目浴びそうですね。うん、だいたいあのサービスエリアで止まって休憩してるとみんな寄ってこないの。はい、甲冑着てると言ってくるんだから。なるほど。あやさんはもう甲冑を着ていく。そうですね、だいたいこの格好で回っております。はい、その格好で行くの勇気いりませんか。最初は恥ずかしかったです、やっぱり。でもだんだん慣れてきました。そうなんですね、皆さん徹底していらっしゃいますね。でもその突然こう鎧武者なんかが現れたら周りの方がすごいびっくりしそうですよね。全くその通りじゃ。まあ大体二度見されて、まあ、一緒に写真を撮ってくださいから始まって、まあ今日は何かあるんですかと聞かれる。でそこですかさず、いや拙者は日本百名城をこの格好で回ってるのじゃと言うと、というふうになって、であれ背中に六文銭がついてるじゃないですか、どこからですかって言われると、長野県の長野市真っ白から参ったのじゃと言って、まあ、さりげなく真っ白町の PR をしてくる。なるほど、そこは抜かりないんですね。全くじゃお城の関係者の方々の反応はいかがですか。まあ、基本的には歓迎していただいてはおるが、まあ、場所によっては、この間言った江戸城の皇居のそばであるからな、まあ、ああいうところは許可を取ったりとか、まあ、二条城もかなり、ね、ハードルが高そうであったので、まあ、特に大人数で行くときにはしっかり許可を取っていくようにしておる。なるほど、配慮もされているんですね。もちろんじゃ。はい、では皆さんにお聞きしたいんですけども、印象に残ったお城や思い出等ありましたら教えてください。はい、私電車で回った時に二本松城っていうのがあるんですけども、駅から歩いて 3、40分、本当に山道、やっと歩きました。で頂上に、まあ、本丸もないんですけども、そこにですね 7、8メートルの大きな黒猫のオブジェがありまして、なんでこんなとこにあるのっていう、そういう記憶が今でもあります。まあ、いろんな思い出があって面白かったです。イデルだとどうでしょう。拙者やはり雪の越前大野城行ったらとんでもない雪でこんなところを行くのかとシュールな写真じゃの雪を踏みしめながら登ったのはやはり一番印象に残ってますね。うん、泳いだのはいかがでしょう。はい、私は大阪城では甲冑姿で入城を断られたんですけれども、姫路城、はい、姫路城ではどうぞどうぞと言って案内してくださるおじさんなどは、僕だったら無料で入れてあげるのにって言われて、天守閣まで入る、この甲冑姿で入ることができたということが思い出ですね。そうじゃの。もうこの時はお二人に運転していただいて本当にかたじけなかったです。うん、はい、お、拙者か。はい、まあ拙者、まあ、ここはちょっと原稿通りなのかな。まあ、一番本当に印象深かったのは安土城であるの、もう今すでにお城はないの、残ってはいないのだが、やっぱりその石垣がやっぱり信長が建った遺構ということで非常に感慨深いものがあったので、また先ほどもお話があったが、この越前大野城、事前調査ではみんなこの城が印象に残っていると、はい、姫はどうだ。
私もですね、こんな雪の中お城に行くっていうのを、ね、なかったのですごく印象に残ってます。あと、うん、殿と一緒に八王子城に夏に行ったのもすごく印象に残っていて、あの殿が途中でダウンした中、私一人で頂上まで登り切りまして、達成感がありました。人聞きの悪いことで、ダウンはしたら拙者は危うきを去るために途中でやめたのじゃ、はい、殿を置いていきました。まあ、この越前大野城、先ほどもいろんな方に会うというお話をしたが、真っ白にある象山山ぐらいの高さのところにずっと階段で登っていくんだが、まあ、その時に登っていくんだが、わらじ履いてるとだんだんとわらじの下に雪がだんだん積もって、だんだん背が高くなってくる、うん、だんだん安定が悪くなってくるんだが、でそれでやっとの思いでなんだ頂上まで着いて、いや写真撮ったぞ、これで行くぞと言ったら、うん、まあ、地元の散歩してる方がやってきて、こちらにもうちょっといい景色がありますからと言われて、まあ、10分ぐらい歩かされて写真を撮った、まあ、非常に思い出深いところであったのただこんな綺麗な景色はやっぱりそこに行かんとやっぱり撮れんからの、うん、そうですね、雪の中のお城ってすごく景色が美しかったですね、うん、全くじゃ、うん、本当だ、はい、まあ、こういう写真を本当に撮ろうと思っても撮れるわけもうでもないの、はい、うん、では、あと勝ちを着てお城を回る面白さというのを教えてください。お、延べきからどうぞ。そうですね、やっぱり甲冑行くと皆さん見てくれます。自分もなんか武将になったような気持ちになりましてですね、なんか気分よくお城を回ることができます、まあ、それが一番いいですね。お用殿はいかがの、小さいお子さんとかと一緒に写真を撮ってあげたりとかするとすごい嬉しそうな顔するんですよね。それが一番楽しいですね。イデル殿はどう。やはりそうですね、拙者も特に外国から来たお客さんは非常に喜んでくれるんで、その時はテンションが上がりますな。デウラ殿は英語もできますので、ね、ペラペラだから、ね、はい、片言で出川インギリシテルです。この二人がいると本当に助かるの。ありがとうございます。殿は、お、拙者が、はい、じゃあちょっとそのパネルを一枚めくっていただいてよろしいかの。まあ、昔は拙者旅先で行くと写真人に撮られまくっているんだが、なかなか地元の人を撮ることはなかったんだが、まあ、最近からいろんな方と一緒に写真を撮るようにさせてみたいました。でやっぱりその中でやっぱり甲冑を着ていることによって多くの人に出会い、また交流をすることができたということが非常に自分の経験として積み重なっているのではないかなと思われます。まあ、本当に沖縄に行った時には沖縄に住んでいる甲冑の同好家の方がわざわざ会いに来てくれたり、また姫のお世話になっている愛さんも青森県の弘前でわざわざ会いに来てくれたり、またこの間京都の二条城行った時には、四国の松山城で出会ったことと再会をしたりというふうに、本当にいろんな方と出会える、やっぱりこれが甲冑を着ていて回る楽しみであるかの。で最後に忘れてはならないのは、まあ、先ほど昼飯は食ったり食わなかったりだが、夜しっかりと地元の美味しいものを食べて最後に美味しい酒を飲む、まあ、これこそ甲冑を着て巡る醍醐味だ。なるほど、やっぱり最後はそこなんですね。もちろんじゃ。さて、では最後に、皆さんの今後の抱負をお聞かせください。はい、せっかくですね各地のお城を巡って回ってますので、その近くの名所旧跡、これもですねぜひ一緒に回って見ていきたいと思っております。ゆっくり抱負をどうぞ。今年の春、弘前城、桜の満開の頃に行けたらなというのと、やはり天空の城、これを攻め落としたいと。おー、いいですね。どこの城がいいかな。武田城です、ね、武田城の武田城1時間ぐらい登るそうだぞ。1時間、いや、なんかバスも出ておるというふうな話も聞いておりますので、うん、この間聞いたのは元旦に登山会もやってるそうじゃん。ああ、元旦はさすがにゆっくりしたい。はい、はい、各地でいろんな方に出会いたいと思います。あとは台風に合わないことを願ってます。はい、姫はどうじゃ。あ、私、はい、小松姫としての任期は終わったんですけども、引き続き松代を精一杯 PR していきたいと思ってますので、またこういう機会がありましたら一緒に連れてっていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、いつでも連れてくぞ。じゃあ最後に拙者、じゃこちらの日本地図の方を写していただいてよろしいかな。こちらです、こっちから、うん
今のバツの下あるところが、回ったところであって、あと残すは北海道、それから、中国地方、九州となりました。で、一応今年のゴールデンウィークには九州を全部攻め落としてしまうと。で、夏には北海道に行こうと。しっかりそれまで稼いで、バッチリ稼いで軍資金を貯めて行ってまいりそうでございます、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは最後に皆様のこの1年のご活躍とご健勝を祈って勝ち時をあげようぞ。皆の準備は良いか。では参らん。どうもありがとうございました。いや、三田殿、今日は甲冑素晴らしかったの。あれ、あれ映っちゃった三田さん。ちょっと飲み足りないな。そうだな、うん、いや、最後ね、朝日さんがさ、うん、酒飲むってあれいい方だ。俺もね、一緒に行きたくなっちゃった、そこだけ。いや、行ってくれば。いざ行こう。そこだけ、行きましょう、行きましょう。夜の部だけ俺一緒に行っちゃう。うん、ね、行っちゃう。昼間はこちらの部、うん、夜だけ俺も、うん。夜、いいよ。いいね。北海道行ってください。ぜひ、うん。一緒に行って。はい、ということで、はい、月曜日はダメだけどね。月曜日はダメ。月曜日はダメよ。はい。ということで、ね、それでね、お知らせを。ね、この1月19日、今週金曜日、ね、マッスローでね、松代駅舎の利用活用を考える講座っていうのをね、古民館でやります。はい。はい、これはね1時半からね、はい、やりますんで、はい、ぜひ お出かけいただければなというふうに思います。来月は来月またやりますけどね、これまで住民自治協議会、ね、歴史文化部会でちょっと一応こういう取り組みをやってますんで、はい、ぜひ参加いただければなというふうに思います。はい、はい、分かりました。はい、それで来週、来週ね、はい、ちょうどね、うん、こういうふうにあ、はい、ボーイスカウト宮坂さんだ、ね、あ、俺じゃん、ね、うん、で、はい、ちょうど来てるんで、え、本人紹介して、はい、どうも、春日さん、いやいや、はい、どうも、お忙しいのに申し訳ないですね。いえいえ、そんなことないです。来週はぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。ボイスカットって何っていう内容で、うんうん、皆さんにお知らせできればと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。はい、ね、ボイスカットってね、いろいろお聞きするんだけども、これっていつ頃からあるんですかね。もう100年、200年ぐらい。あ、もう100年以上。あ、そうなんだ、はい、日本には結構あ、日本、最近ですか。いえいえ、日本ももう明治時代の時に入ってきまして。そうすると明治時代って何年前だよ。もう分からない、計算的だよ。1908年から。あ、そう、1908年って言うと何年前だ。500年ぐらい前から。もう前、そんな前じゃないですね。ということで、活動ね、いろいろ活動されてるみたいなんだけども、そんな活動を特にお話していただくんですよ。キャンプとか、うん、ハイキングとか、まあ、他にもいろいろと、まあ、ボランティア活動、まあ、募金とかもやっておりますので、そういうものを皆さんにご紹介できたらと思います。キャンプとかハイキング、ピクニック、あ、ピクニック、ピクニックちょっとピクニックはいいの。じゃあ俺も甲冑も入りたいし、ロイスカウトも入りたいこといっぱいになっちゃって、また、来週、時間かけて、はい、教えたいと思います。ね、来週は、ね、本番なんで、いろいろね、これからのね、進むべき方向とかね、いろいろお聞きしますけども、またね、皆さんね、来週はこの春日さんにね、おいでいただいて、いろいろお話伺いたいと思いますけども、それでは来週のしゃべくり松戸、どうぞお楽しみに。しゃべくり松戸、また見たら。